ここは心優しき動物、力あふれる動物、誇り高き動物、そして未だ謎に満ちた存在、恐竜。あらゆる生き物が暮らす不思議な大陸、アニアキングダム。この地を制するのは動物か、はたまた恐竜か。今ここに全ての生き物たちの壮大な物語が幕を開ける。冒険大陸アニアキングダム。再び平和が訪れたカワウソ村では、楽しいお祭り。花柄ペイントをしたルッタは大はしゃぎ。みんな盛り上がってる。あらルッタ、素敵な格好ですね。さあみんな行くよ。ハートちゃん通り行く。もっと早く。イエイ、任せとけ。最高！お祭り大成功！そしてお祭り2日目は、みんなが待ちに待った爆走アニアカップ。今年もアニアカップを開催します。早くゴールに到着した者が勝ちの、カワウソ村で最も人気のあるレースです。コースをご説明します。みんなのオアシスからスタート。草原、森を抜けてぐるぐるマウンテンの頂上がゴールです。一番早くゴールした者にはこの記念の首飾りを贈呈するぞ。かっこいい。僕絶対優勝する。優勝するのはうちや。わっ、俺様だ。なおアニアカップにはパートナーを見つけ2人1組で参加すること。パートナー。シルバー、僕と組んでよ。悪いな、すでにパートナーは決まってるんだ。諦めなさい。チーターさん、俺とトゲザーしようぜ。勝つと分かっているレースには興味なくてね。ウェイウェイウェイ、あの首飾りはチーターさんが一番ジャストフィットすると思うんだけどな。そうかな。なあなあ、あんたとうちが組んだら最強や。私と組むなんていち早よ。いち早？一万年早いってこと。私の隣はこいつ。ああ、ごめんね。ただいまよりアニアカップ参加チームを発表します。まずはパワーコンビ、シルバー&サイラス。続いて幼なじみのお祭りコンビ、ハヤブサ&アルマジロ。勝つのは私たち。そして史上最速とそのおまけ、チーター&エディ。負けってなんだよ。最後はカワウソ村の友情コンビ、グッタ&ハート。ハート、ヘマするなよ。あんたがな。一番早くゴールするのはどのチームか。位置について、よーい、ドン。トップを行くのはチーター&エディ。説明しよう。チーターはわずか3秒で時速100キロに達し、最大時速は120キロとも言われているのだ。さすが地上最速じゃな。そんなのは地上での話。すべての生き物の中で最も速いのはこの私。説明しよう。ハヤブサが飛ぶスピードはチーターをはるかに上回る時速390キロ。あっという間にトップはハヤブサ&アルマジロ。わお。3位はシルバー&サイラス。今日は迷子じゃない。その後を追うのはルッタ&ハート。行くよ、相棒。なんで岩？待ってー。なんと岩とアルマジロを間違えてしまったようです。ハヤブサさん、ソーリー。
説明しよう。チーターはスタミナがなくて長い時間走れないのだ。わお、自分で飛んで来れないか。たた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 た、どうしたの。森を抜けるためにはここを通らなければなりません。どないしよう。ここは俺に任せなさい。あとは俺が。ありがとう。すまんな、俺たちもあの熱い首飾りをゲットしたいんだ。行くで。もう無理だ。諦めんな言うてたのはあんたやろ。登られへんかったら下をくぐればいいにゃい。僕も手伝う。やった。2人で協力して困難を乗り越えていく。これぞアニアカップじゃ。シルバー&サイラスに追いつくことができるのでしょうか。サイラス、どこだ。サイラスは迷子に。何をしているのでしょう。これはもしかすると、もしかするとじゃな。一番乗りや。頂上まで行けば優勝や。優勝するのはこの私たち。相棒、行くわよ。あわ、待ってよ。片方だけではダメ。二人ともゴールしなければいけません。何してんの。ハード、こっち。こっちの方が早いわ。ルッタのゴールに到着。あとはハートかアルマジロか。早くゴールしたチームが優勝です。ハード、頑張れ。相棒、負けるな。君は何もしてないけどな。ごめん、体が勝手に動いて。お前やで、あと一歩やったのに。相棒を助けてくれてありがとう。本当の優勝はアルマジロを助けたルッタだな。え、じゃあ。でもこの首飾りはあげないけど。ズコー。こうしてカワウソ村の絆はまた一つ深まったのであった。そしてこれはカブトムシ。はい、エディです。せーの、アニメ TV。 今回はアルマジロだ。三つ帯アルマジロはめんどくさがりや。自分で巣を作らずに別の動物の巣に居候するんだ。へいへい、ユーちゃっかりしてるぜ。そんなアルマジロは攻撃用の歯や爪を持たない代わりに鎧のような皮膚を持っていて、ジャガーの牙も歯が立たないぞ。スーパーガード。ドキドキ。近くの草むらには昆虫たちの世界が広がっていた。昆虫最強は一体誰なのか。今熱い戦いが始まる。次回、三条イカズチマル。小さな僕らの大冒険。アニキンじゃんけん。